こんにちは、桂真一です。今日はアバルトチンクエチェントで袖ヶ浦フォレストレースウェイに走りに来ました。僕自身ですね、チンクエチェントでこのコースを走るのは初めてなので、走っていきながら、コースの攻略、それから、ターボエンジンであるので、どうやって攻めていくのが効率がいいか、それを探りながら行きたいと思います。では早速走ってみます。はい、それでは袖ヶ浦フォレストレースウェイコースインします。今、ホームストレート上車2台来てますので、もうピットロードに出たからといっていきなりコースインするんではなくて、車のタイミングですね、来てる時はそこに今合流していっても危険が増えるだけなので、ちょっと待てばいいですね。どちらか車を譲るために脇に寄る時のウインカーは自分が行く方向に出してくださいね。今自分では右に寄っているので右に出してます。まずはですね、コースを広く見渡せた方が気持ち的にも、いきなり気負い込んでいくよりも広く見渡して、例えばコースのポストがどこにあるのか、そういうことを、分かりながらコースのライン取りも広く冷静な目で確認しながら行くことがいいですね。それとこのフィアット500はターボ車なので、ブースト系がついてますけども、このブーストを見ながらですね、例えばブーストはパンと跳ね上がると 1.3 ぐらいまで行くんですけども、そのブーストが下がってきたところでシフトアップする。そうすると次のギアでまた高いブーストのまんま、加速ができるので、そうして走るっていうのが一つの手ですね。ちょっと雨が多くなってきちゃったかな。この上りも
スをこう広く取ってあげて、打角をなるべく少なく走るっていうのが特に有効ですね。